バングラデシュを訪れているローマ、カ、リック教会のフランシスコ法王は、隣国、ヤンマーから逃れている少数派のロヒンヤの人たちと面会した上で、宗教や民の違いを乗り越えて問題の解決にあたる、を呼びかけました。ミャンマー西部のイン州では、少数派のイスラム教と、エンギアの武装勢力と治安部隊の戦闘が、国連の推計で62万人を超えるロヒ、ヤの人たちが隣国バングラデシュへの、難を余儀なくされています。11月、ゼロからバングラデシュを訪れているフランスコ法王は1日、首都ダッカでロヒ、ギの避難民16人と面会しました。ヒ、タミ、多くが暮らすバングラデシュ南部の、クスバザールのキャンプでは食料や、金が不足し、衛生環境も悪化していて、フランシスコ法王は避難民一人一人の声にお傾けていました。その上で、フランシスコ法王は、最も弱い立場に立たさ、ている避難民や少数派の人々に対するあば、や批判に立ち向かうには、寛容さが必要だ、と述べ、宗教や民族の違いを乗り越えて、大の解決に当たるよう呼びかけました。た、フランシスコ法王はミャンマー。府が法律で認められた民族ではないとし、各国にも使わないよう求めている。ロ、エンギアという言葉を今回のアジア歴訪、初めて使いました。フランシスコ法は、これまでミャンマー側に配慮してロヒ、